終わりました。はい。はい、フルズメイトチャンネル、うん、見ていただいてありがとうございます。まあ見てないかもしれない。そうだね。まあ可能性はなくはないけど。なくはないけど。はい、ボーカルのトムです。ギターのみです。はい。まあ初めて、ね、初めて登場でした。うん、いつものニコ生とさ、うん、ちょっと空気感違う。違う。緊張感がある現場でした。まあ。喋ってる内容にはそんなに緊張がない最終的にはなんかすごいちゃんとちゃんとあの司会の方のライターさんが来てくださって。そうだね、珍しいもんね、うん、僕らだけでやるとやっぱりそのバラエティー向きというか、ね、うん、そういう感じにもなっちゃう。逆に今回はあの司会立ててもらえるってことだったので、うん、そういう方向にはいかないだろうなって思った結果、うん、この2人です。なるほど。そう、会話の成り立ちやすい。そう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 。そうなんですよね。堅苦しくても平気な方向に。うん、ここにね、あの東亜いるとさ、また方向変わるじゃん。まあでもあいつが真剣な話してる時の表情もちょっと好きだけど。まあね。うん、だあんま見たことないと思うんだよね。実際。ないと思う。そう、見せないじゃんあの人。見せない。なんかこんなの聞いても面白くないんじゃないかみたいな。反応しないのは真剣に聞いてるから反応しないだけなんだよって言っても笑いを求めてるから。だからね、そういうところもね見せたい。そのまた次、うん、あの読んでいただける時があれば、うん、どっちかが差し替わるんじゃないかなと誰かに分かんない場合に思います、うん、はい、じゃあまた読んでいただけることを信じてこの言葉をまた会いましょう。ヒストリックでした。